皆さん、こんにちは。アリョーナです。はい、今日もね、珍しくおしゃべり動画なんですけど、最近私にあったことについてお話ししたいと思います。まあ、動画のタイトルからも分かる通りなんですけど、実は先日高速道路で地震にあって、で、まあちょっと大変なことになったんですけど、結論から言うと、まあもちろん無事ですし何も問題はないんですけど、すごい、なんて言うんでしょうか、なかなか日本でしかできないんじゃないかなって思うような経験だったし、なんなら日本人の皆さんでもなんかこう大半の方があまり体験しないんじゃないかなと思って、まあ、今日はちょっと自分の感想をお話ししたいと思います。で、まずは気になんですけど、この間東京と神奈川が震源地か、まあ、都内で地震があったんですよね。で、あれは本当に被害があんまりなくてよかったんですけど、まあ、それなりに揺れたし、震源地が神奈川だったんですよね。で、私その日は運転してました。その地震が起きた時は運転してて、実は首都高から中央道に乗り換えようとしているところでした。で、スマホをいつもナビにしてて、いつも通りスマホを出せて、まあ、運転したら、まあ、スタでさえ渋滞すごかったんですよ。連休の始まりで、まあ、公務であろう、それは覚悟はしたんですけど、想像以上の渋滞で、で、渋滞って一回起きちゃうと渋滞を原因とする事故、追突だったりとか、そういうのもこう何箇所首都高で起きてしまって、しかもなんか乗用車と乗用車だけじゃなくて、バスとトラックとか他の事故もあって、まあ、ほとんど進まなかったんですね。で、やっと中央道乗り換えて、よし、やっとちょっとスピード出るかなとか、もうPモードしなくていいのかなとかって思ってたら、地震速報が鳴ってしまいました。もうめちゃくちゃ怖かったです。まああれは多分わざと人が怖がるように作られた音だと思うんですね、緊急地震速報の音っていうのは。でもそれでもいざ鳴ってしまうと怖いじゃないですか。で、今回私が体験したようにね、運転中、まあ、私運転は、やっぱりすごいまだ緊張するんですよ。特に、まあ、東京近辺とかだとね。だからめちゃくちゃこう集中して、なんていうかピリピリしてるみたいな状態なのに、いきなり怖いあれもなってしまって、もうむちゃくちゃびっくりして、むちゃくちゃ怖かったです。でもかといって、実は、まあ、運転してるせいか揺れは感じませんでした。ちょうど地震が起きたタイミングでは、なんかギリギリ中央道を乗った乗ってないかくらいのタイミングなんですけど、まあ、完全に車がね止まってればいいんだけど、止まってなくて走ったから、まあ、めちゃくちゃ怖かったです。で、そこからはでも揺れもそんな感じなかったし、まあ、進んだんですね。特に通行止めにもその時はならなくって、で、八王子を通り過ぎて、やっとね、普通の、まあ、高速のスピードが出せて走ってたら、高速の上の看板でね、中央歩道が勝沼から先が通行止めだと。で、まあこれはおそらくその被害があったよりも、被害がないかとの確認、点検のために通行止めにするのかなと思って、まあそれ自体は本当にそうだったみたいですけど、私はその時はね、中央道乗っていいなっていうところまでそのまま走る予定でした。で、いいなっていうのはね、長野南部で本当に中央道を名古屋方面に、まあまあそれなりに走ったところにある町です。で、通行止めになったのは、あ、そうだ、勝沼までか、上野原から勝沼やから、多分山梨の、まあ、一番それこそ山やましい区間で、もしも何か被害があればそこが一番可能性が高いんじゃないかなと思うので、まあ、その区間が通行止めになったんですね。まあそれはそれで別にね、じゃあとりあえず降りるとかさ、いろんな打てる手はあるかと思いきや、まあ、これ私も反省してますけど、まあ、とりあえずでも通行止めまで先やし、まあ、走れるところまで走ろうって多分全員周りそう思ったんですね。で、走っているとなんかこう掲示板に
通行止めの情報書いてたり書いてなかったり、で私一人だったからさ、調べようもなくて車止められないしね、ずっととりあえず走ってて、まあ走ればなんとかわかるでしょうということで、でね、上野原っていうところから通行止めだったんですけど、その一個手前の相模湖っていう出口は全く混雑してなくて、まあ、降りようと思えば降りれたんです。でもみんな平気でそこ通り過ぎて降りないから、これ案外もう点検が終わって通行再開したのかなとかってなって、通行止め解除したのかなとかってなって思いながら進んだら、あ、それが大間違いでした。そのままその相模湖っていう一個手前のところで降りればよかったところ、結局相模湖と上野原の間は、距離はね3キロくらいしかないですよ。でもその3キロを2時間も走ってました。もうね大変でした、本当に、まあ、ほぼほぼ止まってます。でなんでかというと、まあ、全員一気にこの上野原というところで降りるわけなんですよ。降りるわけだからゲート時間かかるじゃないですか。早く走れないからたくさんたくさんの車、しかもこれ金曜日で明日からお盆休みですという時なんですよ。もう車の量も半端なくて、まあ、だから出るのに2時間もかかったと。だから私のおすすめです、皆さんもし高速道路で通行止めにあったらすぐに降りてください。もうそのインタまで行かずとも降りていいです。まあ以前にもね、どっか四国かな、四国でなんか事故による通行止めもあって、その時はね別に混んでもないし混んでもなんでもないから、全然その通行止めが始まる区間まで走って降りたら問題なかったんだけど、まあ、こういう時、これ出口混雑するであろうという時は降りるべきです。多分今アンチさんか誰かがこの動画を見て、こらこいつ分かってないなとかさ、まあ、そう思われてるかもしれないけど、まあ、好みを持って学びましたわというところですね。今度はもう手前のインタで降ります、遅くともね。で、まあ、いろんな感想があるんですけど、まあ、まずこう何でしょう、日本に来ても11年目です。で自然災害があることに私は慣れています。もちろん慣れてるんですけど、多分皆さんほど準備体制は良くないと思うんですよ。あ、まあそれなりに備蓄はありますよ、備蓄はあるんだけど、いざ何かあった時にどうすればいいかはちょっと分かりきってないかもしれません。で今回、まあ、感動したのが、やはりこう安全を大事に考えるから、まあ、通行止めにしたのが困ったけど、まあ、すごい感動的でした。被害全くなくて、その数時間後には再開はしたんだけど、やっぱりこれいざという時はすごい危険なので、まあ、すぐにこれだったら危険性はあるというところをこう通行止めにしてチェックしたわけなんですね。で、まあ、もう一個これ感想かどうかあれだけど、一番困ったことは4、5時間ぐらいトイレ行けなかったというところです。もうこれはもうどうしようもなすぎて、車になんか携帯トイレかなんか今度置こうかなと思います。あ、もしかすると皆さんからして当たり前のことで置いてる方もいるかもしれませんけど、まあ、私は置いてなくて、で高速道路であんだけ止まったこともないし、今回はまず首都高の混雑もすごかったから、だいたいほんと5時間ぐらい、普通に渋滞とか通行止めがなければ多分1時間半で走れる区間ですかね、1時間ちょいぐらいですけど、それをね 4,5 時間かけて走ることになっちゃったから、まあこれいいレッスンでした。でそもそも盆が始まるときに高速なんて乗るなって言われそうですけど、まあ混雑するであろうって分かってたけど、まあ、ここまでとはちょっと私も甘かったですね。で金曜日の何時だったかな、なんか4時台には出てたから、ギリギリ間に合うかなとか、ギリギリまだ行けるかなとか、まあってなんて思ってましたけど、めちゃくちゃ皆さん甘かったです。それがもう少なくとも1日前ぐらいには多分東京から抜けないといけないという、そんな感じのところでございます。はい。で結局のところ、まあ、なんとか降りて、でとりあえずその向かっている方向に一般道で走ろうというところで、まあ、ちょっと走った先にコンビニがあったから降りて休んで、まあ、トイレも行ってっていう感じなんですけど、そこから実は結構間もない間になんか解除されて、通行止めがなんかもう予定して山を諦めてこの辺で登るか
もしくは行くかとかすごい悩んだんだけど、なんか悩みに悩んだ結果決められなくて、とりあえず高速道路に戻ろうということで戻って、まあ、結果として行こうとしたところには行ってきましたが、登山口着いて車中泊で1時間半の睡眠でした。まあ、そんな出来事が最近私にありました。なんかいろいろと本当に考えさせられて、まあ、これ渋滞とかはまあある程度仕方がないんですけど、本当にこう災害っていつどこにあるかわからない。で、まあ、高速道路は割とすぐに通行止めになったりとか、まあ、いろんなことがあり得るんだなとか。でもやはり、まあ、日本はこう日本らしく対応が早いんだなとか。だって夜中に点検したもんね。というところでございます。まあ、来年はお盆休みは仕事して、で、振り休でどっか別のところ休みたいと思います。やはり大型連休はちょっといろいろと厳しいですね。はい、ずらせるのであれば、ずらすことが可能であればずらそうかなってなんで今回思いました。まあ、何よりも今回こう被害が出なくて本当に良かったです。というのもこう東京直下とかの地震だとさ、何があるか分かんないからね、たくさんの人が住んでるわけだしね。というわけで今回はね、地震による通行止めにあって、まあ、その感想について話してみました。多分ね、いろんなコメント来るかと思うんですが、まあ、いつも全部読んでるからご安心ください。では今日はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。またね。もう渋滞巻き込まれないように注意しますね。まあ、地震は私は防げないけど。またね。